さん、そして、YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。はい、始まりました、こちらの番組でございますが、YouTube をご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。番組の前に馴染みがない方もいらっしゃると思いますので、始まりました。出演者の皆さん全員で、こちらの番組でございますが、タイトルコールの方をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは参りますので、せーの、第3回集まれユニオンスクエアということでございます。よろしくお願いします。お願いします。第3回集まれ、改めまして、一瞬何か忘れてましたよね、僕たちね。よろしくお願いします。もう一回やります。せーの、せーのの振り方が一瞬何か忘れてましたよね、僕たちね。もう一回やりません。やりますよ。それでは行きますよ。せーのの振り方が、そう、雑だったから入れない。雑ですかね。行きますよ。じゃあそれでは行きます。ユニオンスクエア、明けましておめでとうございます。行きますよ。よろしくお願いいたします。第3回集まれということで、ユニオンスクエア、明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。集まれユニオンスクエアという形で始まりました。毎月05日の連合の日にですね、生配信しておりまして、集まれユニオンスクエアという形で昨年の秋からやっておりまして、本日は2021連合オンラインステージからお送りさせていただいております。というところでございましてですね、今日はたくさんのゲストをよろしくお願いいたします。ご紹介させていただきます。というところでは、初めての、今日はたくさんのゲストを T 先生です。よろしくお願いします。 T 先生です。よろしくお願いします。保育士をやっています。まずは、初めての出演になります。T 先生です。よろしくお願いします。はい、T 先生です。前回に12月5日に続いてですね、北海道から来ていただきました、モスコさんです。よろしくお願いします。さあ、どんどん参りましょう。前回に12月5日に、よろしくお願いします。ですね、北海道から来ていただきました。そして、モスコさんです。よろしくお願いします。少しお久しぶりですね。ポコタさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてこの番組もおなじみなんですけども、少しお久しぶりですね、ポコタさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。代表といえば、お願いします。この方、そしてこの番組ね、最多出演の相原事務局長です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。じゃあ私もね、ちょっと座らせていただきまして、出演の相原事務局長です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いします。じゃあ私もね、ちょっと座らせていただきまして、説明させていただきます。いただいてる方もいらっしゃると思いますので、まずはですね、今日初めてご覧になっていただいてる YouTube ライブもですね、普段どんなお仕事をされているのか、初めて見ていただいてる方もいらっしゃると思いますので、ゲストの皆さん、はい、それぞれ、僕は普段保育士をしております。まあ、その傍らですね、あの保育のことですとか、あと子育てのことなんかを講演会ですとか、はい、僕は普段保育士を SNS しております。まあ、その傍らですね、最近では YouTube も保育のことですとか、あと子育てのことなんかを講演会ですとか、あとは SNS ですね。そうなんです。ありがとうございます。はい、最近では YouTube も出ております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本も最近出されて、ね、あ、そうなんです。ありがとうございます。はい、本も今バックレジ私は IT 系のカスタマーサポートそして。モスコさんですね。他にもちょっとデザインのことを実はちょっとかじってたりだとか、私は IT 系のカスタマーサポートさせていただいております。他にもちょっとデザインのことを実はちょっとかじってたりだとか、あと、あれですか、配信者としてもちょっとインフルエンサーの活動も少しやらせていただいております。あー、もうまた変なこと言いそうだわ、怖いわ。ちょっとね、そこら辺も聞いていきたいなと思いますけども、はい、そしてポコタさん、はい、もう、はい、私は歌手として活動させていただいております。ちょっとね、そこら辺も聞いていきたいなとなかね、思いますけども、はい、そしてポコタさん、お願いします。はい、私は歌手として活動させていただいておりますけども、ね、ここ最近はなかなかおなじみでございます。今日ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というところでございまして、今年最初の番組テーマは働くすべての人に感謝ということでございまして、中でも年末年始にお仕事をされている方にスポットを当てて、今年最初の番組テーマは働くすべての人に感謝ということでございまして、中でも年末年始にお仕事をされている方にスポットを当ててですね、後ほどエッセンシャルワーカーの方にもご登場いただきまして、お話を伺っていきたいなと思います。出身というか今やられております。T 先生もそちらの話も伺っていきたいなと思っております。で、その前にですね、本日お正月ということで素敵なプレゼントのご紹介ということでございまして、今回はですね、お年玉プレゼントで、その前にですね、本日商品を用意させていただいております。素敵なプレゼントのご紹介ということでございまして、連合の日今回はですね、お年玉プレゼントで、そしてさらに2021年ということで21点のプレゼントを用意させていただきました。連合の日ということでございます。05日というところで合計26点のプレゼントということなんですけど、21点のプレゼントを用意させていただきましたということでございます。
というところで合計26点のプレゼントでございますから、事前にねこの仕事絵馬っていう形でこのバックパネルに貼ってある絵馬を描いていただいた方に10名でございますから、そして事前にねこの仕事絵馬っていう形で16名の方にこれから発表する応募方法で書いていただいた方に10名、どんな商品あるのか、そして本日番組をご覧の方16名の方にこれから発表する応募方法でご応募いただきますが、どんな商品あるのかこちらちょっと見ていただきたいと思いますので画像を見てください。ちょっと待ってください、どこだこれ、すごいですね、何を自転車とか選んだんですね、あとお米とか自動掃除機、ロボットすごいですよね、だったりとか実用的な何を基準にこのあれ選んだんでしょうね、あとお米とかネットの番組だからちょっとそんなに実用的なね、ステッカーとかだろうとかって思ってもいると思うんですけど、ちゃんとこの番組だからちょっと16名の方当たりますので、同性なんかこれから発表する方すごいと思うと思うんですけど、ちゃんと実際にこちらの方今日16名の方当たりますので、これから発表する16名すごいですね、あの番組をご覧の方は16名で事前にこの後ろの絵馬を描いていただいた方は抽選で合計で言うと16名です、はい、このあの番組をご覧の方はですね、ツイッターアカウントをお持ちの方はこの後ろの絵馬を描いていただいた方は抽選で、この下の方にも追加できるところがあるんですけども、こちらの応募をですねツイッターアカウントをお持ちの方は連合公式ツイッター出てるツイートをリツイートしていただきまして、キーワードを DM という流れでフォローしていただきまして、固定ツイート本日は今出てるツイートをライブでもご覧いただいている方もいらっしゃるということで、ツイッターアカウントをお持ちでない方は画面下に表示されている QR コードからメールで YouTube ライブでもご覧いただいている方もいらっしゃるということで、ツイッターアカウントをお持ちでない方は画面下に表示されている QR コードからメールでキーワードを送っていただいてもご応募可能ということでございまして、下にね出ておりますので見てください、キーワードはユニオニオン君が今持っている、はい、抱きつきたい、かわいい、ね、来ました、うん、ということでキーワードが連合と、ね、これところでキーワード連合で送ってください、ね、DM で送ってくださいということでございますので、ね、こちら、うん、ということでキーワードが連合というところでキーワードを連合で送ってください、うん、DM で送ってくださいということでございますので、こちら今日は初めてこの連合を存在を知ってという方いらっしゃると思いますので、相原さんの方からさあということでございまして、実際に今日は初めてこの連合を存在を知ってという方いらっしゃると思いますので、相原さんの方からちょっと説明お願いします。実際組合の方もいらっしゃると思うんですけども、この3人が連れてきたね、今直樹さんからあのあった通りなんですけど、フォロワーの方で初めて連合していただいた方に、これ今日ね、新年から参加いただいて、本当に今直樹さんからあのあった通りなんですけど、先ほどパネルもありましたけど、多くの皆さんがこれ今日あの新年から参加いただいて、総連合いただいて、本当に仲間の数は多いんですよね。先ほどパネルもありましたけど、700万連合っていうのがそんなに日本最大の仲間の数は多いんですよね。中央組織っていうふうに言われてメンバーと700万そんな感じでやらせてもらってます。働く人のコンディションどうやって、そうですね、ナショナルセンター中央組織と言われてますけど、いい社会作っていくのって骨が折れますけど、働く人のコンディションどうやって良く紹介をいただいて、もうちょっと幅広く言えば頑張ってくると、社会作ってコロナですから骨が折れますけど、そうですね、皆さん力を入れていい世の中作っていけないと、力を合わせて頑張ってくると、まずこんな感じです。コロナですから特段ね、今年は力を入れていい世の中作っていけないと頑張りましょう。ちょっと上のお仕事をされてこれちょっと長くなりますけどいいですか？大丈夫です。嘘です。長くしませんけど、あの連合事務局長ということでですね、これちょっと長くなりますけどいいですか？大丈夫です。お茶の水に長くしませんけど、連合事務局長ということでですね、あの政策を作って、東京のお茶の水は連合会館、政治の関係をやったり、そこに100名、さらに10名、国際関係の仕事をしたり、政策会議を働いている仲間たくさんいますが、政治の関係で行ったり、さらには国際関係の仕事を、もちろん組合員を増やす、海外にも働いている仲間たくさんいますから、仕事をやったり、そこと繋いで行ったり、そこの内局の取りまとめ役を、もちろん組合員を増やす、こんな感じです。新しく組合員を作ろうという仕事をやったり、大変幅広いんで、そこの内局の取りまとめ役を今やらせてもらっている。やはりこの時代、たくさんの方に組合員の方々にももちろん発信したいために、このツイキャスですね、外部にも発信しつつなんですけども、やはりこの時代、たくさんの方にも、これまあこのコロナ時代における新しいチャレンジというのもいいんですけど、まあ、今までなかなか手が届かなかった、そうですね、これまあこのコロナ時代における新しいチャレンジに働く人たちもたくさんいるん
で、まあ、今までなかなか手が届かなかった皆さんにも、届かせると思ってもちょっと遠くに、私たち自身が考えちゃっていたような働く人たちたちにもいろいろ声で、こういうことでご参加いただいている皆さんにも新しいということでいろいろご説明させていただきましたが、綾原さんにも後ほどまた入れていただくというところなんですけども、ぜひ番組の皆さんコメントを書き込みつつ最後まで生放送を楽しんでいただきたいと思います。さあそしてですね、まあ、次の方コーナー入る前にソーシャルディスタンスの関係もありますので、一旦最後まで生放送を楽しんでいただきたいと思います。さあそしてですね、まあ、次の方コーナー入る前にソーシャルディスタンスの関係もありますので、いろんなコーナーで今日はお送りさせていただきます。改めましてよろしくお願いいたします。モスコちゃん分かりました？また後ほど、はい、お願いします。ありがとうございます。いろんなコーナーで今日はお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。モスコちゃん分かりました？今の愛原さん、ちょっと勉強します。全然よく分かんなかった。ポルトさんは何回も出てるんで、後でもう一回ちゃんと聞こう。ちょっと勉強します。分かってないじゃん。でもやっぱりこの番組を通じてやっぱり、あ、うん、大丈夫です。偉い偉い方ってことです。分かってないじゃん。シンプルイズベスト。でもやっぱりこの番組を通じてやっぱりその、ね、自分の最低賃がやっぱり、あと外国人の方とか、あと新障害者の方々も全て働く人のために働いてる組織だったりとか、やっぱりあと外国人の方とか、あと新障害者の方々はもちろん、そして働く人のために働いてる組織というところまで、今年さらにすごく注目された年だったりするので、もちろんそしてあの方々の支援をしていくところもエッセンシャルワーカーっていうのが、今年さらにすごく強調注目された年だったりするので、そういうエッセンシャルワーカーの方々の支援もしていこうというところで、今日の直樹お兄さんのその蝶ネクタイはおしゃれなのかギャグなのかどっちで触れていったらいいですか？今日はでもね、はい、今日の直樹お兄さん の, その蝶ネクタイはおしゃれなのかギャグなのかどっちで触れていったらいいですか？いやでも後半の今日は滑りたいんで、ちょっと肌がスタッフの方は愛想笑いですごい似合ってる。いやでも後半のやっぱ今日はおめでたいんで、ちょっと肌が抜かなくていいんで、カメラ抜かなくていいんでね。よろしくお願いします。それでは今回のテーマに沿って進めていきましょうということでございまして、肌が抜かなくていいですよ、感謝と。カメラ抜かなくていいんでございます。中でも年末年始、それでは今回のテーマに沿って進めていきましょうということでございますけども、働く全ての人に感謝と年末年始お仕事をしている職場でいうと、中でも年末年始に働いている人にモスコちゃんスポットを当てていきたいと思いますけども、ゲストの皆さんを年末年始お仕事をしている職場でいうと、どんなお仕事が思い浮かびますか？モスコちゃんなどの、あの運転手だったりとか、サービス業、接客業だったりとか、あとはそうですね、飲食店だったりとか、あと観光業だったりとか、そこらで多いんじゃないかな。モスコちゃん、自分のお仕事 IT っていう全然やだー。いやでも観光業、実際に本当に別に普通に聞きますけど、清掃のお仕事とかあるの、自分のお仕事、それもエッセンシャルワーカーで全然やだー。やっぱり宿泊してる方の、実際に本当に別に普通に聞きますけど、清掃のお仕事もされてる方なので、それもエッセンシャルワーカー、モスコちゃんもエッセンシャルワーカー、やっぱり宿泊してる方のね、やっぱり清掃されてる方なんかも、いやそうですね、やっぱりその街がとか、まあ街もそうですし、普段ね我々が生活させていただける場所が綺麗でいるので、その清掃関係、いやそうですね、やっぱりその街がとか、まあ街もそうですし、普段ね、我々がやっぱりさせていただける場所が綺麗でいいよね。その清掃関係の方とか、まあそれこそ今なんて、まあ、年始だなっていうね、あんまり皆さん出歩かないですけど、出歩かないにもかかわらずやっぱり街が綺麗だっていうのは、まあそれなりに誰かからといってあんまり皆さん出歩かないですけど、出歩かないにもかかわらずやっぱり街が綺麗だっていうのは、まあそれなりに誰かがそういうお仕事されてらっしゃるということなのかな。コンビニで働いてる方がいらっしゃるから、僕なんかだと年末年始自炊しないです。お腹空いたから食べたいなって方がいらっしゃるんで、年末年始もコンビニで働いてる方がいらっしゃるから、まあそして、まあ T 先生で言うと保育士さんというところが方がいらっしゃるんで、年末年始も今年どんな一年だったりとか、そしてまあ T 先生で言うと保育士さんというところが、いやもう今年ってか去年ですよね、去年1年間はもう本当にコロナに振り回された1年間でしたね。いやもう今年もともと保育士ってすごい業務、年1年間は本当にコロナに振り回されて、そこにさらにその消毒のお仕事がもう毎日、もともと保育士ってすごい業務負担が大きいっていうふうに言われてるんですけど、普段はそこにさらにその消毒のお仕事を、まあ、例えばそれを園庭での引き渡しになったりとか、あとはお迎えに来るお父様お母様も普段はそのお部屋の方まで来ていただくんですけど、まあ、例えばそれを園庭での引き渡しになったりとか、まあ、そうするとお部屋の中にいる先生が廊下に出なければならないとか、玄関に極力大人がさらにそのお部屋の中の保育士に、まあ、そうするとお部屋の中にいる先生が廊下に出なければならないとか、玄関に行かなければならないとかなって、さらにそのお部屋の中の保育士の人数が減っちゃうとかっていうところが本当に
大変でした、ね。まあ、皆さんでもニュースでも最大の原動力注力を払っていくみたいな、やっぱり目に見えないされたものと戦ってるから、すごく保育士さんにとっても本当に最大の原動力注力を払っていながらも、やっぱり目に見えないものと戦ってるからで、お送りさせていただいておりますけども、大変な一年だったのかなっていうふうに思うんですけども、いろんなゲストの方もご用意お呼びさせていただいておりますので、私の生活、先ほど言った通り多くの働いている方に支えられているということでございまして、まあ医療、スーパー、コンビニ、そして私の生活、先ほど言った通り多くの働いている方に支えられているということでございまして、まあ医療、スーパー、コンビニ、トラック運転手など、そして本当に介護、保育、たくさんの職種があるんですけども、まあ、この連合というところが本当にいろんな、それから郵便配達、トラック運転手などでございまして、本当にその中で職種があるんですけども、この連合というところが本当にいろんな組織が加盟されているというところでございまして、 UA 前線というところからお二人のお二方に来ていただいておりますので、活動されている UA 前線というところからお二人、それでは声優ロー組の高橋様、来ていただきたいな、皆さん拍手お願いします。お呼びさせていただきます。それでは声優ロー組の高橋様、声優といえばもうその名の通り、お願いいたします。皆さん拍手お願いします。スーパーマーケットの声優さん、あと声優ですね、なるほど、なるほど、もう声優といえば、もうその名の通り、全国各地で見てる方もいらっしゃって、まあ、ない地域で見てる方かもしれないんですけども、比較的皆さん、本当に、なので、声優と聞けば、全国各地で見てる方もいらっしゃって、まあ、ない地域ももしかしたらあるかもしれないんですけども、去年ですね、比較的皆さん、本当にどんな1年だったでしょうか。声優と聞けば、もう誰しもが知ってるスーパーということで、声優労働組合の高橋です。本当にこの1年というのは、今、はい、皆さんお話しお疲れ様です。声優労働組合の高橋です。大変振り回されたと、本当にこの1年というのは今、私たちの仕事の上でも、コロナに、大変振り回されたということをおっしゃってましたけれども、やはり商品が、私たちの仕事の上でも、いろんな商品が不足していた時期があったと思うんですけれども、やはりそういった中でやっぱりお客様がいろんなご意見、いろんな商品が不足していた時期があったと思うんですけれども、そういった中でやっぱりお客様の皆様が大変いろんなご意見いただいたと思います。去年の2月3月とか、僕らも都内とか都内に住んでますけども、やっぱりマスクがない、そしておむつがないとか、2月3月とか僕らも都内とかそういうところで住んでますけども、やっぱりマスクがない、そしておむつがないとか、やっぱりトイレットペーパーがないとか、そういうところだったと思うんですけど、今の声優というところでご紹介いただいたんですけれども、声優に所属しています。私は今声優労働組合でご紹介いただいたんですけれども、専従をしておりまして、声優に所属していますが、そこで中央執行員というものを声優労働組合とおります。またちょっと難しい話になります。専従をしております。労働組合の代表さん、声優労働組合の、まあ、させていただいております。いわゆる代表というか、またちょっと難しい話になってきます。労働組合の代表さんが声優労働してらっしゃるという、まあ、声優労働組合の一員というか、そういう形ですか。です、はい、代表で、まあ、代表はもっと偉いので、お仕事を連発にしてるしてらっしゃるという、はい、声優労働組合の一員ということですね。はい、声優さんの、はい、まあ、実際にですね、そのお仕事、年末年始にお仕事されるというところで、はい、まあ、先ほども申し上げましたけれども、はい、そういったいろんな商品が不足している中で、お客様の、まあ、先ほども申し上げましたけれども、そういったいろんな商品が不足している中で、でもそのお客様の本当にやはり、こういった状況の中、大変厳しい、お言葉をいただいたりとか、お客様に、でもその一方で、商品を提供しているっていうところで、大変感謝、こういった状況の中、まあ、ありがとうっていう言葉を、お客様にたくさん商品を提供しているっていうところで、本当に皆さん大変感謝、最初はね、の言葉だったり、まあ、ありがとうっていう言葉をもう職場に出るのもね、はいはい、っていうことで、本当に皆さんそういう状況もあったんですけれども、はい、そういったことで、すごくこう本当にこの仕事をしていて、命がけだったっていうか、はい、そういう状況もあったんですけれども、そういったことで、本当にこの仕事をしていて、今一生懸命働くようになったと思います。誇りとか、責任感っていうものが持てて、今一生懸命働くようになったと。すごい雑に振りますね。いやいや、すごく今隣でね、うなずきながら聞いてらっしゃった感じ、いかがですか今。いや、そうですね、すごい雑に
振りますね。いやいや、すごく今隣でね、うなずきながら聞いてらっしゃったもおっしゃってましたけど、そのやっぱりスーパーとかね、そういうやっぱり先ほどね、働いてくださってるからこそ、僕たちもね、生活ができるし、別にご飯を食べたいときに食べられるわけじゃなくて、そういう方々が作るにしてもやっぱり材料が必要で、僕たちもね、こういう方々が一生懸命頑張ってくださってる、別にご飯だって食べたいときに食べられるわけじゃなくて、作るにしてもやっぱり材料が必要で、ところでね、こういう方々が一生懸命頑張ってくださってるというところがありますよね。大変変わりました。今田中さん、やっぱりコロナ前とコロナ後だと本当に大変な状況を乗り越えて、もう大変変わりました。皆さんが今このスーパーっていう仕事が皆さんにとって本当に大変な状況を乗り越えて、医療従事者の皆さんがこのスーパーっていう仕事としても皆様のやっぱりライフラインの一つっていうところで、医療従事者の方が最初はこんな仕事を何でしちゃったんだろうっていう不安もあったんですけど、やっぱりライフラインの一つ、今となっては皆さんの本当に最初は皆さんに商品が届けられるっていう不安もあったんですけど、先ほど申し上げましたけれども、今となっては皆さんの本当に強い責任感と、皆さんに商品が届けられる業界で働いてよかったっていう声、先ほど申し上げましたけれども、本当に強い責任感と、やっぱり北海道で暮らしてて、コンビニも行きますし、スーパーにも行くと思うんですけど、聞いてみたい、やっぱり北海道で暮らしてて、コンビニも行きますし、スーパーにも行きますし、ありがとうございます。5000円以上無料だから、はい、ありがとうございます。すごい助かる、結構買えますよね。そうです、リアルユーザーなんだ。そう、5000円以上無料だから、はい、ありがとうございます。すごい、結構買えますよね、5000円。リアルユーザーなんだ。そうとか、すごくありがたい。そうなんですよ、お餅とかね、ミルクとか重いんで、高齢者の方も、はい、そうですね、ありがとうございます、使用いただきまして。そうなんですよ、お餅とかね、ミルクとかも借りてね、はい、そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきまして、お礼を言いたかったですね。ごめんなさい、お礼を言いたかったですね。でもまあ本当にモスコさんも結構利用してて、やっぱりお礼を言いたかったんですね。ごめんなさい、お礼を言いたかったやっぱり。でもまあ本当にモスコさんも結構利用してて、やっぱりこういう証明してる方とかがいる、運んでくれる人だったからこそ、やっぱりさらにちょっとそういうリスクやっぱりね、ありますからね。体が悪い方とか、お年寄りしてる方とかが運んでくれる時代になった。高橋さんもやっぱり2021年ちょっと高齢者のさ、免許の返納とかも最近進んでるから、そうすると買い物に行こうとしたら車運転者の、そういうのもやっぱ助かりますよね。免許の返納とかも最近進んでるから、そうすると買い物に行こうとしたら車乗れないでしょうね。そういうのもやっぱ助かりますよね。そのやっぱり高橋さんの2021年の仕事の願いって、車なしでは生活していけない方が、やはりコロナっていうところで、そのやっぱり高橋さんの2021年の仕事の願いっていうところ、未来っていうところに対する、やはりコロナ不安はあるんですけれども、本当にやはりこの先お客様や未来従業員の皆さんに対すると、安全、不安はあるんですけれども、やはりお客様や安心して働けるような職場っていうことを維持できたらなっていうふうに心から願うばかりです。ありがとうございます。安心して、なんかその上ですごい気をつけてることとかあるんですか、維持できたらなっていうふうに心から願うばかりです。そうですね、やっぱりなんかその上ですごい気をつけてることとかあるんですか、意識なさってることっていうか、皆さんが安全で安心して働ける、やっぱり場っていうと、やっぱり同じだと思うんですけれども、皆さんが安心、割と皆さんお店行った売り場っていうと、やっぱり結構通路広いですけれども、でうち割と皆さんお店行ったら割とこう密に、結構通路広いんですね。売り場の方も大変気をつけておりますので、ぜひ安心して買い物に行っていただけたらと思います。売り場の方も大変気をつけておりますので、ぜひ安心してお買い物に行っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。高橋さんにいろいろお伺いさせていただきました。いろんなコメントもですね、高橋さん来ておりになりますが、本当にありがとうございました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございました。高橋さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、というところでございまして、今日たくさん皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。方をお呼びさせていただいておりまして、二人目の方をご紹介させていただきます。さあ、ボスカさんのね、出身北海道、たくさんね、この他にも北海道からの通信になります。野手ユニオンの岡本さんです。岡本さん、明けましておめでとうございます。
からでもございますね。北海道からのズーム出演になります。ロテユニオンの岡本さんです。岡本さん、明けましておめでとうございます。ご登場いただきましたが、自己紹介も兼ねてどんなお職場で働いていらっしゃるかお願いします。はい、さあ、ロテユニオンの岡本と言います。ご登場いただきましたが、自己紹介も兼ねてどんなお職場で働いていらっしゃるでしょうか。北海道札幌市ロテユニオンの岡本と言います。東京都で、まず自分の会社の説明からさせていただきます。はい、さあ、北海道札幌市を中心に社会福祉法人東京都で会社になります。福祉僕自身はですね、昨年の9月に組合の、先ほど高橋さんと一緒で会社になります、組合の専従という形になったんですけども、昨年の約8年間、先ほど高橋さんと一緒で介護組合の専従という形になったんですけども、なるほどですね。介護の現場もやはり年間、介護施設で介護職員として働いていました。まあ、いろんな境遇の方もいらっしゃると思うんですけど、本当に介護の現場もやはりよりね、お年を召した方が中心かとは思うんですけども、まあ、いろんな教訓の方もいらっしゃると思うんですけど、本当にだった1年なのかなと思うんですけども、はい、ね、年末年始、お仕事されることについて苦労とかっていうところとかだった1年なのかなと思うんですけども、はい、年末年始、お仕事されることについて苦労とか思いとかございましたでしょうか。24時間365日、はい、コロナに関係なく動いている介護サービスっていうのが、まあ、そういった中では、まあ、あまり年末年始っていう手間なく現場で働いていることではなかったかなと思います。そうですね。はい、まあ、そういった中では、まあ、あまり年末年始っていうことが話題になってますけども、お年寄りした方とかですと、やはりもう、はい、インフルエンザだったりとか、やっぱり風邪自体もそのコロナの深刻なことが話題になってますけども、お年を召した方とかですと、まあ、今年だったからっていう、去年今年だったからっていうよりかは、風邪自体もこの冬場は本当に気をつけないといけない時期っていうことだと思うんですけど、まあ、今年だったら、去年だったからっていう、去年今年だったからっていうよりかは、あれですよね、この冬場は本当に気をつけないといけない時期っていうことだとは思うんですけど、ポコトさんいかがですか。いや、どうやっても接しないといけない、まあ、人と人と接しないといけないお仕事についてらっしゃる方っていうのは、もちろん介護もそうですし、どうやっても接しないといけない、人と人とが接しないといけないお仕事についてらっしゃる方っていうのは、ご自身の感染リスクに対するですし、まあ、保育もそういう部分もそうだと思うんですけれども、我々も考えなきゃいけないですし、まあ、そういった方々のね、まあ、ご自身のものも含めて自分たちの行動についても考えていかなきゃいけない時代なんだなというふうに改めて思います。考えなきゃいけないですし、はい、まあ、そういったものも含めて自分たちの行動についても考えていかなきゃいけない時代、気をつけることに変わらないということですから、あえてやっぱりコロナ前と比べて変わったこと、やはりって何ですかね、やっぱりそのより一段、まあ、気をつけることに変わらないということですから、あえてやっぱりコロナ前と比べて、僕なんかだとその施設の前通るとって何ですかね、やっぱりその今の時期は入れませんということだったり、完全に検温をお願いしますっていうのは本当に、まあ、そのまあ、どこの施設もそうですけど、介護施設の前通るとやられてるところなんか多かった、まあ、今の時期は入れませんってことだったり、完全に検温をお願いしますっていうのは本当に、まあ、どこの施設もそうですけど、先ほどの兄さんがおっしゃった通りですね、1年だったでしょうか。まあ、この時期となりますと、まあ、インフルエンザだったり、はい、ノロウイルスというところを兄さんがおっしゃった通りに持ち込まない、高齢者に感染させないというところになりますと、まあ、インフルエンザだったりノロウイルス、昨年はもう、まあ、1年中感染予防をしている、高齢者に感染させないというところを、まあ、注意はしているんですけども、労働組合さんもおっしゃってましたけども、1年中感染予防をしている消毒年でしたし、感染予防に人手が割れて、もともと人手不足の中で常に、まあ、人手が薄くなるだったりだとか、あとは感染予防に自分自身職員でもともと人手不足の中でさらに人手が持ち込むんではないかというところ、あとは精神的な自分自身職員というところもかなり強かったりするかなと思います。ウイルスを持ち込むんではないかというところの精神的な疲労というところもかなり強かった1年かなと思います。李先生、やっぱ保育士ですと、子供さんを見る現場、まあ、いろんな境遇の方の、はい、やはりその対局にあるこの場で聞いてみたいこととかありますか。まあ、お年を召した方もそうですし、この場で聞いてみたいこと、まあ、いろんな境遇の方の介護福祉の現場の方に何かこの場で聞いてみたいこととかってありますか。そうだな、僕実は、はい、介護福祉士の資格も持ってるんですよ。そうなんですね。そうそう、だからなんか今お話聞いてて、はい、多分すごい大変そうだなと思うんですけど、僕実は介護福祉士の資格も持ってるんですよ。そうそう、だからなんか今お話聞いてて、あ、多分すごい大変そうだなっていうのを思うんですけど、まさに介護福祉士も保育業界だとさっきポコタさんが、例えばどうしても人と人が接しなければならない仕事もあると来た時に、コロナ前って普通に何も考えずわーってハグしたりすることもできたんだけど、例えば保育士だから子供が
と来た時に、まあ、ダメだよとは言わないけど、でもどっか気にしちゃう部分があって、ね、できたんだけど、100% コロナ禍になると、うん、っていう感じでいけない、まあね、ダメだよとは言わないけど、でもどっか気にしちゃう部分がどうなんですかね、なんていうの、100%はい、っていう感じでいけない部分があったりとかして、そういうのって介護もある程度高齢者とのこう距離を維持しながらの仕事になります。介護も同じでですね、あとはある程度高齢者とのこう距離を維持しながらの仕事になりますし、あとは訪問系のうちの事業もやっていますので、福祉会の事業の中では高齢者の家に伺う時とかも、あとは訪問系のやっぱり自分が家業もやっていますので、高齢者の家から高齢者の家に伺う時ともらわないところをやっぱり自分が家ながらいろんな神経者の家から自分がウイルスをもらわないっていうところをこう考えながら、なんか活動も変わるんですよね。そう、なんか今までだったら、そう、例えばすごい極端な話、おしくらまんじゅうみたいなのをやっていたとしても、なんかお遊びとか活動も変わるんですよね。やっぱりそれをなんかそう、なんか今までだったらことって例えばすごい極端な話、おしくらまんじゅうみたいなの介護の施設とかでもやっぱりそういうステミネーションとかそれをなんとそういうのもやっぱり意識的にやることと人が触れ合わないような感じ、あの介護の施設とかでもやっぱりそういうレクリエーションとかやったりすると思うんですけど、そういうのもやっぱりあれなんですか、そうですね、人と人が触れ合わないような活動に変えてったりっていう、ね、お年寄り同士の距離を意識しながらこうレクリエーションしたりだとか、あとはこう、ね、やっぱり外に出る系の、お年寄り同士の距離を意識しながらこうレクリエーションを行わないような、あとはこうやっぱり外に出る系のそういうところを考える意味でも、まあ、気をつけることは一緒ですけど、さらにさらに頭を使ってそういうところを考える意味でも、まあ、ったりとかどういうような気をつけることは一緒ですけど、さらにさらにかっていうところを考えるって分でも負担が多い人だったりとかどういうような、ね、まあ、日々を生活していくかっていうところを考える、肌と肌が触れ合うでも負担が多い1年だったのかなっていうところですよね。心の安心感とかっていうのが大きいわけじゃないですか、はい、やっぱり肌と肌が触れ合うことによって生まれるってるので、その、まあ、例えば表情心の安心感とかっていうのが大きいわけじゃないですか、はい、ところで、はい、そのそういうのが難しいってなってしまってるので示していかないと、例えば表情しかいい、怖いとか態度しかいいところで、その一生懸命相手に対する目線のご意見というのは僕らもちょっと知らなかったリアルな意見なので本当にありがとうございます。最後にですね、あの岡本さんの方で2021年の仕事への願いをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。なので本当にありがとうございます。最後にですね、あの岡本さんの方で2021年の仕事への願いをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。どうにかこうコロナが少しでも落ち着いてですね、はい、介護の現場で働いているやっぱり、どうにかこうコロナが少しでも落ち着いてですね、いろんな職場で介護の現場で働いている少しでも本当に安全にあのうちの法人だけでなくて、いろんな職場で働かれている方々があの少しでも本当に安全にこう働いて良い質のいい介護サービスが少しでも提供できることをまた、望んでいます。はい、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。岡本さんに皆さん大きな拍手をお願いいたします。また、ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。岡本さんに皆さんコメント拍手をお願いいたします。ちょっとあの少し距離があるんでコメントちょっと読めないですけど、読みたいのに読めないコメントの皆さんもねありがとうございます。コメントもたくさんね来ていらっしゃる。ちょっとあのたくさんのコメント少し距離があるんでおります。ちょっとさあここで相原さんに戻ってそうなんですよ。ちょっとねコメントあのちょっとね読めないんですけど、たくさんのコメントが流れてるんでおります。さあここで相原さんに戻ってきていただきます。相原さんおりましたけどリアルな意見が出てきましたね。相原さんもちょっと隣もうすぐ近くにいらっしゃったんですけど、うなずきながらそうですね伺っておりましたけどリアルな意見が出てきましたね。相原さんありがとうございます。なんか働いてる風景、まあ、上に連合の方にはたくさんの意見、ね、まあ、後ろに絵馬貼ってありますけどもうう、ね、たくさんのご意見も、はい、すごい来ているっていうところで、まあ、それ以上に連合の方にはたくさんの意見、まあ、その絵馬というところでございまして、まあ、たくさんのご意見も僕らもですね2021年の仕事の願いっていうところをちょっとまあその絵馬という方でございましていただきましたので、僕らもですね2021年の仕事の願いっていうところをちょっとあの絵馬の方をですね方に作ってきていただきましたので、お一人ずつ見せていただきたいなと思っておるんですけども、あとあのエマの方ですね、じゃあ T 先生の方からお願いします。カメラの方さん寄ってください。こちらです。お渡しいただいてもいいですか。はい、お
エンマの、あ、漏れました、失礼しました。じゃあ T 先生の方からお願いします。簡単なので、深そうな寄ってくださいところなんですけど、どういう意味でしょうか。あの先ほどの話にもあったんですけど、今まで当たり前にやっていた活動とかお遊びっていうのが難しくなってしまっていて、はい、あの先ほどの話にもあったんですけど、今まで当たり前にやっていた活動とかお遊びっていうのが難しくなってしまっていて、なので、まあ、先ほど言ったんですけど、ただやっぱりね、やっぱり今年もこのコロナ禍っていうところを工夫しながら、ような気がしているんですよ。前のような、なので、まあ、先ほど言ったんですけど、何かっていうのができるように頑張っていきたいなとか、そういうところを工夫しながら、今の状況だからできる、しないといけなかったりできることっていうのもありますし、逆にこの状況だったからこそ新しい視点でできたことっていうのも多分できたかと、しないといけなかったりでき、それがまたいい経験になって、逆にこの状況だったからこそ新しい視点でできたことっていうのもね、そうですね、だから保育士たちのそれがまたいい経験になって、元の状況幅が広がったように感じるんですよね。こういったものがなかったら、従来から保育士たちのそういった意味ではスキルとか技術とかっていうのも、いい意味でも悪い意味でもいろんな幅が広がったように感じるんですよね。こういったものがなかったら、従来通りのことをやっていたんだと考えると、まあ、いい意味でも悪い意味でもいろんな刺激というか影響っていうのが出てきたので、まあ、それに対応するために僕たちも日々いろんなことを考えることがさらに。モスコさんいかがでしょうか。そういった意味ではいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。自分らしく働けるようにということで、さあモスコさんいかがでしょうか。やはり、まあ、あの LGBTQ として、やはりちょっとあの、まあ、自分らしく働けるようにということで、やはり、まあ、あの LGBTQ としてどうしてもやっぱそこにね、あの、まあ、こう自分も型をはめてしまう、社会的な慣習、あるいはそういう、まあ、偏見がある中で、どうしてもやっぱそこにね、自分も型をはめてしまう、男という型に自分をこう無理やり押し込んで、ある程度ちょっとこうなんていうのか、自分らしさをなかなか出せないでいると、ちょっと例えばクリエイティブなことをしようと思った時に、どうしても自分の中でいろいろちょっとね支障が出てきちゃって、自分らしく働けるっていうのが、能力を発揮しようと思った時にそういう社会になかなかできないのがちょっと、なるほど、お子さんらしい意見ですね。ありがとうございます。さあそして保田さん、保田さんなりの、なるほど、はい、自分が楽しめるようにありがとうございます。さあ、そして去年は保田さんなりに楽しめましたか。自分が楽しめるように、楽しい楽しくないということよりは、ね、ね、去年は、まあ、やっぱりそのコロナ禍によって楽しめましたか、楽しませんでしたか。その楽しい楽しくないということよりはですね、まあ、やっぱりそのコロナ禍によって、まあ、我々は我々でエンターテインメントのあり方もいろいろ変わったんですけども、歌唱しない、T さんがおっしゃったように、まあ、そういう中での、まあ、楽しみ方、まあ、我々は我々で模索するすごいいいきっかけにはなったと思いますね。まあ、なんですけれども、まあ、なんとかしたい中での今の現状、元のものを元に戻したい、いいきっかけになったと思います。そういうことにね、やっぱり注力して、はい、まあ、生きてしまった、まあ、なんとかしたい、去年の1年間だったんじゃないのかな、今の現状を元の通りに戻したい、まあ、なんで、まあ、そういうことにね、やっぱりまだ注力して、生きてしまった去年の1年間だったんじゃないかな、はい、まあ、そういう中でですね、うん、まあ、あのなんとかしようっていうことの心がけではなく、コロナ禍しばらく続きそうだと思うんで、はい、まあ、そういう中でですね、なん、まあ、はい、とかしようっていうことの心がけではなく、ツールが広いとかそういうことを生かしながらですね、前向きに小売業の皆さん頑張ってらっしゃる、まあ、うう、今ある、まあ、僕らも見習わせていただいて、はいはい、まあ、僕らが広いとかそういうことを今現状できるものっていうものを模索しながらも、はい、まあ、自分が、まあ、そういうことをね、まあ、何かしなきゃ、何とかしなきゃではなく、自分、まあ、僕ら、僕らで、うん、まあ、その今現状できるものっていうものを模索しながらも、ポコタさんのメッセージでもあり、ポコタさんのファンというか、まあ、見ている視聴者のすべての方々にも、ね、自分なりに楽しい、ポコタさんのメッセージでもあり、ポコタさんのファンというか、まあ、見ている視聴者のすべての方々にも、そうですね、なんかライブってやっぱり配信で見るのももちろん楽しいんですけど、生ってやっぱり全然違うじゃないですか。なんかライブってやっぱり配信で見るのももちろん楽しいんですけど、生ってやっぱり全然違うじゃないですか。なんかそれもっとね、どうにかなって思いますけど、やっぱりね、目と目が振り合うというか、現場の業界で配信での生の届けっていうのも最大限やりましたけど、やっぱりね、目と目が振り合うというか、その他にも現場の臨場感というところで、たくさんの皆さんもコメントですね、こういう思いがあるっていうところで書いていただいてると思うんですけど、後ろの方にも見ていただきたいんですけども、たくさんの絵馬が来てるんですよ。皆さんもご紹介させていただきたいなと思っております。カメラさん寄れますかね。後ろの方にも見ていただきたいんですけども、たくさんの絵馬がね来てるんですよ。ちょっとご紹介させていただきたいなと思っております。カメラさん寄れますかね。人に関わる仕事の待遇が今よりも良くなり、復帰した時に子育てと両立できますようにっていうところでね、教育など人に関わる仕事の待遇が今よりも良くなり、復帰
帰した時に子育てと両立できますようにっていうところでね、パパの可能性もありますけど、パパママ、今ちょっと T 先生にもちょっと通じるようなところですけども、子育てをされてる方、ママですかね、まあ、パパの可能性もありますけど、パパママ、その他今、ね、一番の願いは父の新しい仕事が見つかることですというところで、これはに、子供さんだと思うんですけど、やっぱり今雇い止めだったりとか、一番の願いは父の新しい仕事が見つかることですというところで、これは子供さんだと思うんですけど、やっぱり今雇い止めだったりとか、お父さんですね、お父さんの新しい仕事が見つかることですという厳しい状況にもなってきているので、切な願いが子供さんから、そしてこちらだと労働基準を守ってくれますように、お父さんの新しい仕事が見つかることですというところもちょっとすごい気になりますよっていう方もいらっしゃったりとか、そしてこちらだと労働基準を守ってくれますように、育休中ですが来年4月より職場復帰しますという方もいらっしゃったりとか、そして医療従事者なので現在育休中ですが来年4月より職場になることを願いますということで、病床がちょっと足りなくなってきているというところで、医療従事者なのでコロナが1日も早く落ち着いて、みんながよりなんか皆さんあふれる職場になることを願いますということで、病床もちょっと足りなくなってきているというところで、医療従事者の方々の負担も軽くなるのかなというところですけども、よりなんか皆さんが介護しながらの勤務に理解のある会社で働きたいですというところで、ちょっとやっぱりいろんなところで思ってらっしゃる方が、そしてこちら介護しながらの勤務に理解のある会社で働きたいですというところで、ちょっとやっぱりいろんなところで思ってらっしゃる方が一番ですね、あのいただいた中でちょっとまあここら辺のところでこちらなんですけども、辛いことばかり目に目が行きがちだけど自分のやってきたことの成果ややりがいに辛いことばかりということで、まあ、やっぱり目が行きがちだけど、この自分のやってきたことの成果ややりがいにもっと気づけるようになりたいと、褒めてあげたいっていうことで願いを、まあ、やっぱりそのちょっと僕はすごい印象的この状況になって自分がやってきたところの成果ややりがいっていうところ、自分を褒めてあげたいっていうね、あの願いをいただいたのちょっと僕はすごい印象的だったので、すごいたくさん600件来ておりますから、ちょっともう少しは600件だって、いやすごいですね、あちらの方もねたくさんあるんですけど、すごいたくさん600件来ておりますからというところで、エマの方をご紹介させていただきました。原さんもなんか気になるエマとかございましたでしょ、短期間でね、僕もねこれ事前に全部600件全部見たんですよね。相原さんもなんか気になるエマとかございましたでしょ、本当にね僕もねこれ事前に全部600件全部見たんですよね、あの拝見したんですけど、昨年あの本当にね痛切なあのエマが多かったですね。痛切っていうのはあのこのネイルサロンの時に彼女を去年あの転職しました、はい、で仕事を変えて本当に自分で起業しました、大変だったの、はい、ネイルサロンの笑顔に助けられましたの姉があったね、ああいう、はい、あの拝見したり、本当に起業して復職の時に、はい、お客様の笑顔に助けられました、はい、復職しようと思ってたんだけど、はい、あの連れ合いの方から、もしくは復職の時に、はい、復職待ってくれ、看護師言われたり、あの免許持ってなかなか自分のその居所を、はい、居場所を連れ合いの方から今復帰しようと思うんだけど復職待ってくれみたいなところにどう対対したらいいのか、自分のその居所すごく多くて、自分の就活の話もあるんだけど、このコロナ、これからの社会に出てくる人たちもやっぱり働くということに対して期待もあれば不安もある、就活の話もこういう状況で、これからの社会に出てくる人たちも今の中で本当に働くということに対して期待もあれば不安もある、こういう状況でさらに不安が本当に今の中で本当に働くということを軸としたそのリモートだったりとか様々な思いや願い、まあ、さらにあの不安が目を合わせないで帰るっていうことは安心でもありますけど、まあ、そのリモートだったりとかやっぱりお客さんと接したいとか、まあ、本当にやっぱあったかい言葉を一つかけてもらったことによってモチベーションが上がるっていうことが少し少なくなったり去年だったのかなっていうところがあるので、やっぱりお客さんと接したいとか今年はあったかい言葉を一つかけてもらったことによってモチベーションが上がるっていうことが少し行きつつ、まあ、安全安心なところも長所は残しつつ今年はそこら辺の部分もしっかりしますというところですよね、少しずつ戻っていきつつというところでございまして、まだまだですね長所の方ちょっと繋いでいきたいなというところでございまして、ここではですね本日各地の連合の事務所をまだまだですね繋ぎたいとちょっと繋いでいきたいなというところでございまして、3カ所ですねここではですね本日各地の連合の事務所まずは三重県の連合さんを呼んでいきたいと三重の連合さんいらっしゃいっていうところなんですけども、明けましておめでとうございます。まずは三重県の三重の連合さんいらっしゃい、ユニオニオンの着ぐるみがあちらにもいますね、あれ瞬間移動かな、ユニオニオンの着ぐるみがあちらにもいますね、皆さん明けましておめでとうございます、瞬間移動かな、瞬間移動かなというところでございまして、はいということで三重の皆さん明けましておめでとうございます、願いというところで皆
皆さんにですね、ボードを持っていただいていると思うんですけども、ちょっとボードを見せていただきたいなというところなんですけども、まあ願いというところで、はい、いかがでしょうか。皆さんにですね、ボードを持っていただいていると思うんですけども、ちょっとボードを見せていただきたいなというところなんですけども、人への投資ですね。いかがでしょうか。あのどういう願いを込めて書かれたんでしょうか。はい、あの今もお話しあったようにですね、はいはいはい、コロナ解雇がどういう願いを込めて書かれたんでしょうか。迫っています。はい、あの今もお話しあったようにですね、やっぱり働くと大事にして、コロナ解雇が8万人に雇用を守って、はい、生活賃金を維持して、はい、まあ社会全体が望みたいですね。やっぱり働くと大事にして、皆さんもあの年末年始集まられていろんな意見交換されたと思うんですけど、一番感じたことは何だったでしょうか。望みたいですね。はい、皆さんもあの年末年始集まられていろんな意見交換されたと思うんですけど、一番感じたことは何だったでしょうか。はい、あの今朝も朝礼でやっぱりコロナが注意をしながら、首都圏中心に県の指針に基づいてますから、はい、しっかりとあの今朝も朝礼で防疫措置を取っていくと、それぞれが、はい、まあ、こんなことを事務所で、幸い、県の指針に基づいてしっかりとコロナの感染者が出ていませんから、はいはい、まあ、しっかりと今の状態を維持して、幸い、こんなことを事務所の関係者には、はい、というところで、コロナの感染者が出ていませんから、何か、はい、まあ、しっかりと今の状態を維持していく、家の皆さんに何かお伺いしたいこととか何かありますか。はい、というところで、ポコタさん、何かこう、はい、家の皆さんに何かじゃないんですけど、お伺いしたいこととか何かありますか。そうですね、家の皆さんにお伺いしたいと、その、はい、まあ、見えだけでもないんですけど限定にっていう話になってくると思うんですけど、でも僕今のやつ見ててすごい面白いな、面白いっていうかあれだなと思ったのが、限定にっていう話になってくると思うんですけど、でも僕今のやつ見ててすごい面白いな、面白いっていうかあれだなと思ったのが、楽しそうにこうやってやってて、あの中身ちょっと楽しそうにしてるんじゃないですよ、応援したいっていうのを応援してるんですね、こうやってやってて、表情がね、見えにくい、そうにしてるんじゃないですよ、はい、ただあの応援したいっていう、あ、なるほどね、応援してるんですね、いらっしゃって中で、まあ、表情がね、見えにくい、初めて作ったのが三重のユニオニオンさんっていうことで、ただあの三重のユニオンさんも、やっておりますんで、頑張ってらっしゃって中で、まあ、ユニオニオンの着ぐるみを初めて作ったのが三重のユニオニオンを送りさせていただきたいと思います。ユニオンさんっていうことで、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。最前線で頑張ってる皆さんにですね、あの改めて大きな拍手をお送りさせていただきたいと思います。三重の皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとね、お時間もありますので、いろいろ伺ってきたんですけど、三重の皆さんありがとうございます。さあ、続きまして九州に行ってみましょうということでございまして、長崎県の地方連合会の皆さんでございます。長崎の皆さん、続きまして九州に行ってみましょうということでございまして、長崎県の地方連合会の皆さんでございます。長崎の皆さん、明けましておめでとうございます。今のカオスやだー、毛色が全然なんかやさないよ、一般の方じゃないですよ、毛色が全然違うんですね。毛色が全然一般の方じゃないから、これあの大喜利とかの大会じゃないですよ。いや、ちょっと僕もこういう感じだったらいろいろ聞きたいことあったんですけど、ちょっと大喜利とかちょっといろんな情報入ってきてて、ちょっと僕もこういう感じだったらいろいろ聞きたいことあったんですけど、毛色が違うんですよ。ちょっといろんな情報入ってきてて、ちょっと渋滞してるんですよ、頭で。毛色が違うんだったら今振ってほしかった。ちょっといろんな情報入ってくる。このベクトリーでいいんだったら、そうですね、あのその辺りお話を伺ったの全然分かんないですけど、触れていいのか、触れていいのか、そうですね、あのどの辺りお話を伺っているのか全然分からないですけど、明けましておめでとうございます。本当に長崎の皆さん、ね、お正月ですから、もう皆さん陽気に行こうということなんですけども、本当に長崎の皆さん、連合さんをやっぱり ね、お正月ですから、もう皆さん陽気に行こうということなんですけども、あの長崎の、連合さんをどのような明るく楽しく、まあ、あの1年考えていらっしゃるんでしょうか。明るく楽しく ありがとうございます。もうすでに飛躍してると思うんですけども、ありがとうございます。もうなんかやっぱあれですかね、もう皆さんもやっぱりこの閉塞感を抜け出すためにやっぱりもう明るくいこうというところだと思うんですけども、ありがとうございます。もうなんかやっぱあれですかね、もう皆さんもやっぱりこの閉塞感を抜け出すためにやっぱりもう明るくいこうというところだとは思うんですけど、もう皆さんどういう形で皆さんテーマでこうこれはあのあれなんですかね、もう夏を先取りっていうところだと思うんですけども、これはもう皆さんどういう形で皆さんテーマでこう行かれようと思ったんでしょうか。みんなコロナで沈んでるので、そっちがしゃべるということなんですよ。はい、
相原さんもですね、はい、そっちが喋るすごい、はい、込み上げてくるのはです、相原さん、長崎の連合さん素晴らしいですね。相原さんもですね、素晴らしい、込み上げてくるのはです、相原さん、長崎の連合さん素晴らしいですね。これ半分事故になってますけど大丈夫ですか？やり直した方がいいかもしれない。ちょっとやっぱ長崎だからちょっと南の方、これ半分事故になってますけど大丈夫ですか？こちらまだね、こちらまだちょっと寒いんですけども、ちょっと楽しく働くことが大事だってことちょっとこちらまだですよ。楽しく働くことが大事だね。こちらまだちょっと寒いんですが、楽しく働くことが大事だってことですよ。ただ三河さんは一切喋らないですからね。ちなみにすいません、なんかね、その虫かご入ってますけど、ただ三河さんは一切喋らないですからね。ちなみにすいません、その虫かごを持ってる方は、そこはボケないんですね。それはありがとうございます。五島列島とかでそれは魚そこはボケないんですね。そこは物ではいかないんですね。そうですね、ありがとうございます。これ五島列島とかでそれで魚取るんですかね。そこは元ネタでいかないんですね。そうですね、あ、僕のネタでいかない。元ネタなんですかね。もう特にないということで、はい、僕らの夏休み。最後に一言ちょっと皆さんすいません、長崎の連合さん、これだけは特にないということでちょっと一つ、はい、いただいてもよろしいでしょうか。最後に一言ちょっと皆さんすいません、長崎の連合さん、これだけは訴えたいなということをちょっと一ついただいてもよろしいでしょうか。はい、核兵器禁止条約が発効いたします。はい、今年1月22日に、はい、核兵器禁止条約が発効いたしますと思いますので、はいはい、そうですね、皆さんよろしくお願いします。これまでの、20日に長崎の集会と核集会を受けますと思いますので、はいはい、そうですね、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということでございまして、長崎の連合さんからお送りさせていただきました。皆さん大きな拍手お願いします。はい、ということでございまして、ありがとうございます。連合さんからお送りさせていただきました。皆さん大きな拍手お願いします。反省会だと思うんですけどね、よろしくお願いいたします。でもなんか長崎というか、なんかメキシコみたいな後で、ね、リハーサルの時と全然違いましたね。これ後で個別で事務局長から連絡、そうですね、メキシコみたいな感じ、事務局長からリハーサルの時と全然違いました。これ後で個別で事務局長から連絡いきますよ。そうですね、後で事務局長から連絡がいきます。はい、ということでございまして、ありがとうございます。さあ、ということで、続いて東北から宮城県の地方連合会の方々をお呼びしましょう。はい、ということでございまして、もう一件ね、行きたいと思います。おはようございます。続いて東北から宮城県の地方連合会の方々をお呼びしましょう。宮城の皆さん、明けましておめでとうございます。掲げている目標をちょっと見せていただきたいんですけども。安心しますね。はい、ありがとうございます。何て書いてらっしゃるんでしょうか。掲げている絵馬の方をちょっと見せていただきたいんですけども、大震災から10年、はい、はい、何て書いてらっしゃるんでしょうか。はい、私もですね、実は大学が仙台の大学に、実は大学学生時代におりまして、出身が福島で、私もですね、実は大学が仙台の大学に、実は大学学生時代におりまして、私も地元がだったので、出身が福島で、大学が仙台におりまして、まだ10年ということで、東日本大震災10年というところで、連合さんも様々な取り組みをされてましたし、連合宮城のまだ10年ということで、東日本大震災10年というところで、連合さんもいらっしゃると思うんですけども、様々な取り組みをされてましたし、ところでこの10年というところの皆さんは捉えていらっしゃいますでしょうか。当時大変だった方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、そこら辺のところでこの10年というところをどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。ですね、一歩支援いただいた本当に全国の皆さんにご状況をですね、今年はキーワードとして一歩一歩をつなぐ、そして風化をさせない、そのことに全力をですね、今年はキーワードとして教訓をつなぐ、はい、そして風化をさせない、そのことに全力を尽くしていきたい。そうですね、教訓をつなぐ大変いい、絵馬を描いていただいたと思うんですよね、はい、私たちも10年という節目、そうですね、教訓をつなぐ大変いい、絵馬を描いていただいたと思うんですけど、私たちも10年という節目、東北の皆さんにおいては時の流れとしては10年というふうに時の流れというのは流れですけど、はい、10年が一区切りで、私たちは東北の皆さんにおいてはやっぱり時の流れはずっと繋がってるというのが流れてるわけで、はい、10年が節目というのは私たちは言いがちですけど、地元の皆さんにとっては一つ繋がってるということみたいなことだと思うんですよね。10年で全てが解消するというそういうわけじゃないんで、地元の皆さんにとっては一つ通過点みたいなことだと思うんです。
ですよね、はい、というところですね。実はそういうわけじゃないこちら、今後とも05日毎月05日、はい、番組をやらせていただいておりまして、はい、3月にはですね、実はこちらツイキャスでですね、05日毎月05日番組をやらせていただいておりまして、3月にはですね、またお世話になるとは思いますので、ツイキャスでですね、宮城から今年の1年よろしくお願いいたします。短い時間でしたが、ありがとうございました。また宮城の地方連合会の皆さんでした。ありがとうございました。今年の1年よろしくお願いいたします。今日は3件にですね、ありがとうございました。宮城の地方連合会の皆さんでした。ありがとうございました。働く今日は3件にですね、2だけ中継をつないだんですけど、連合は全国に47地方の皆さんをちょっと働くあれですね、順番を間違えたというよりかちょっとどこにでも本当良かったですよね。でもちょっとやっぱりこうあれですね、見てる方々も順番を間違えたというよりかもう少しどこにね、でも本当良かったですよね。でも緩んでいただいたというところでありましたけど、やっぱりこう見てる方々もちょっとその3つの連合会の皆さんね、緊張感も少し緩んでいただいたというところでありましたけども、三重においても長崎においても、その3つの連合会の宮城においても他のメンバーもそうですけど、今日特にちょっとお待たせしちゃっているんですよね。三重においても大変申し訳なかったなというふうに最後の宮城においても他のメンバーもそうですけど、今日特にちょっとお待たせしちゃっているんですよね。なので的に伝えて大変申し訳なかったなというふうに思いますが、ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれご当地の長崎はご当地だったんですか。積極的にそういうまとめしかない。ありがとうございます。菅原さんですね。長崎はあれご当地だったんですか。そういうまとめしかないお送りさせていただきましたけども、もういや、さすが菅原さんね。もうね、あっという間にエンディングのお時間でございまして早いさせていただきましたけども、もうということで改めて皆さんね、もうね、あっという間に頭にご紹介させていただきます。吉田のプレゼントのご紹介ということで、改めてプレゼントで改めて皆さんね、頭にこんな商品がお年玉プレゼントのご紹介ということで、改めてプレゼントの画面見せていただいて皆さんで共有して頑張っていくこんな商品が見ていてよかったということで、今日皆さん見てよかったということで、真面目なことを皆さんでこのような商品を共有して頑張っていこうという番組なんですけども、見ていてよかったということで、今日皆さん見てよかったということで、見ていただきたいためにこのような商品をですね、27点ですね、というところで6名の方ですね、プレゼントしていただきますので、まずはですね、ご視聴いただいている方のプレゼントは、自転車など豪華プレゼントを5点、東北震災復興支援品のまずはですね、ご視聴いただいている方のプレゼントは、自転車など豪華プレゼントを5点、連合の公式ツイッター、東北震災復興支援品のコンセントなどの11点を含めて、キーワード連合を DM してください。応募方法は連合の公式ツイッター、アカウントをですね、フォローアンドリツイートしまして、画面に出ている QR コードからメールでキーワードを送れるこの方に当たる権利がございますから、こちらの方をお願いします。そして今画面に出ている QR コードからメールでキーワードも送れるということで、YouTube ライブから16名の方にプレゼントさせていただきます。当選した方はですね、こちらの QR コードからもメールでご連絡させていただきます。抽選で16名の方にプレゼントさせていただきます。事前に仕事絵馬を投稿していただいた方の後ろに貼ってあるですね、仕事絵馬を投稿していただいた方の中からプレゼントを当選した10名様を発表させていただきます。こちらの方ですね、仕事絵馬を投稿していただいた方の中からプレゼントを当選した10名様を発表させていただきます。こちらの方です。どうぞ。ダダン。マルルルル様。さあ、剣坊。ウリボウジャケン様。少し読んでいただいて。マリモ。はい。二重様。マルルルル様。リカオカ。リカオコ様。ウリボウジャケン様。花様。マリモ。アップ様。はい。リカオコ様。リカオコ様。ロブ様。失礼いたしました。花様。はい。アップ様、大泉ちゃんさん、以上です。ポムコ様、ありがとうございます。ロブ様、おめでとうございます。ポムコ様、当選した皆様には後ほどツイッターの DM にてご連絡させていただきます。さらにさらにここでですね、今日の視聴者から当選者を2名、当選した皆様には後ほどツイッターの DM にてコメントすごい流れてると思うんですけど、さらにここから2名だけね、今日の視聴者から当選者をいただきますので、まずはユニオニオンが持っているブランドマイセットの当選者を1名発表させていただきます。発表させていただきますので、まずはユニオニオンが持っているブランドマイセットの当選者を1名発表させていただきます。それではお米セット、それではクロロさん発表の方、相原さん、はい、お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。お米セット、クロロさん、はい、というところでございます。はい、さあどんどん参りましょう。続きましてロボット掃除機の当選者も発表しますよ。これ欲しい。みんなドキドキでしょ、コメントの皆さんね。さあどんどん参りましょう。
掃除機続きましてロボット掃除機の当選者を発表しますよ。これ欲しい。さあそれではドキドキ住所コメントの皆さんね、はい、ロボット掃除機は木村さん、木村さんメールでいただきこちらのメールで方です。メールでいただいた方です。さあそれでは相原さんおめでとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。木村さん、木村さんすごいですね。見てるだけでロボット掃除機もらえちゃうっていうね。木村さんおめでとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。すごいですね。見てるだけでロボット掃除機もらえちゃうっていうね。おめでとうございますって言ってこないんですけど、後ほどスタッフから DM の方をお送りさせていただくんですけども、残りの皆さんね、まだ当たらないのっていう方もいらっしゃると思うんで、残りの皆さんはまだ当たるチャンスがございます。後ほどスタッフから DM の方を送りさせていただくんですけども、残りの皆さんは番組終了後に抽選させていただくので、残りの皆さんはね、まだ当たらないのっていう方もいらっしゃると思うんで、残りの皆さんはまだ当たるチャンスがございます。残りの皆さんは番組終了後に抽選させていただくので、まだ間に合いますので、皆さん応募してない方今すぐ Twitter フォローしてお願いします。でもし当たった方はですね、ぜひハッシュタグ連合ツイキャス付きでツイートしていただければ権利がございますので、皆さんぜひよろしくお願いします。それでは最後に、もし当たった方はですね、ハッシュタグ連合ツイキャス付きでツイートしていただければと告知ところでございますよ。お願いします。はい、それでは最後に連合からのお知らせの方行きたいと思いますので、労働相談受け付けています。今画面にも出ていますが、何でも労働相談ホットライン、はい、連合はですね、労働相談を受け付けています。今画面にも出ていますが、これありますけど、メールでも労働相談ホットライン、もちろん、フリーダイヤルで、行こうよ連合に、です、どしどしお寄せください。これありますけど、はい、メールでも、もちろん今年連合にとってもたくさんの相談がちょっと予想される年になりそうですね。例年より出します。そうですね、はい、去年も 1.5 倍2倍ぐらいの、はい、今年連合にとってもたくさんの相談がちょっと予想される年になりそうですね。例年より、はい、なのでこちら皆さん 1.5 倍2倍ぐらいの、連合のツイッターのフォローもお願いしたいということで、連合の連合チャンネルのこちらの通知登録とサポーター登録、こちら皆さんそしてツイッター登録をお願いしますというところ、連合のツイッターのフォロー、番組からのお知らせということで、次回の熱いチャンネルはですね、こちらの2月1日の夜6時からそしてツイッター登録ということでございまして、次回はなんと番組からのお知らせということで、次回の熱いにはですね、2月5日の夜6時から春闘ということ生放送ということでございまして、次回はなんとバーチャルリアリティ VR の世界を駆使して、みんなの春闘、チャンネル登録ということは聞いたことあると思うんですけど、登録お願いしますということでございます。さあ時間の方もですね、結構でこちらの方チャンネル登録とゲストの皆からサポーター登録お願いしますということでございます。さあ時間の方もですね、伺っていきたいと思います。まずはモスコさんからお願いします。はい、今回の配信、この放送、生放送を伝って、あのこのユニオニオンさん、この連合の、あの今回の配信、この放送、生放送を伝って、あの内容となったんじゃないかなと思います。ますます連合の、あの例えばちょっとしたことでも相談してみたいなと思ったし、さっきあのフリーダイヤルの番号からちょっと、ますますなんかもっと孤独を感じて、今こういうご時世相談してみたいなと思ったし、さっきあのフリーダイヤルの番号から誰かに相談できる、なんか味方が孤独を感じて今こういうご時世ですから、その孤独感の中で一人で悩まずに、これからあのなんか誰かに相談できる、なんか味方が働く人が一人でも苦しまないで、みんなで支え合いながら働くことを楽しんでいけたらなって、そうね、私を含め、働く人が一人でも苦しまないで、みんなで支え合いながら働くことを楽しんでいけたらなって、告知ありますか？そんなふうな告知は思いを、告知ですか？はい、参加させていただきました。配信者としても頑張ってますんで、よかったらぜひモスコをよろしくお願いいたします。告知ですか？これからもちょっと、はい、ちょっと頑張ってみんなにしても笑顔と、頑張ってお笑いをね、よかったらぜひモスコをよろしくお願いいたします。これからもちょっといろんな情報はね、ちょっと変わりつつある、笑顔と、お笑いをね、ちょっと、そしておにぎりをいっぱい食べます。とにかくモスコさんでした、ありがとうございます。いろんな情報がね、ちょっと変わり詰まってるね、モスコさん。そしてポコタさん、お願いします。はい、たまたまね、私モスコさんでした、ありがとうございました。中で、時間がある程度できたので、そしてポコタさん、お願いします。はい、たまたまね、私昨年コロナ禍で、時間がある程度できたもので、職に就いていらっしゃる方といろいろお話をさせていただいたりする機会がすごく多かったんですけれども、それこそ今日のテーマ、介護の職に就いていらっしゃる方といろいろお話をさせていただいたりする機会がすごく多かったんですけれども、コロナによって、今もそれこそ本来であればお客さんを入れてのイベントを連合ねやりたかったんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、それこそコロナによって、今もですね、本来であればすごくお客さんを入れてのイベントを連合さんも介護職も介護もそうですし、保育もそうですし、そういう中でですね、必要だと世の中の人がたくさん必要だと介護職思うもの、介護もそうですし、保育もそうですし、それぞれの方が必要だと避ける世の中の金額っていうのが必要だと少ないんだなっていうふうに思うんですよね。
僕自身も祖母の介護っていうものに対して所得の中から金額っていうのがっていうふうに考えた少ないんだなっていうふうに自分の生活もある僕自身も祖母の介護っていうものに対して自分の所得の中から困っていることを助けなきゃいけない助けるために自分の生活もある職の方にお願いしなきゃいけない祖母がだけどそこに避ける金額っていうのが限られてしまって助けなきゃいけない助けるためにそういう介護の職の方になかなかやはりお願いしなきゃいけないみんなきっとそこに避ける金額っていうのが限られてしまってるっていうのを働きに行っているからこそ保育のまあ、なかなかやはり保育園に預けなきゃいけないみんなきっとそうなんだと思うんですよ、ねまあ、そういう風になった時にそうだと思うんですけれどもそれこそ働きに行っているからこそ保育の職業であればあるほど保育園に預けなきゃいけないなんでしょう、まあ、そういう風になった時にお支払いできる金額っていうものについて必要とされているなかなか職業であればあるほど増やしにくいまあイコールなんでしょうね賃金のところについてお支払いできる金額っていうものについてすごく再認識しましてそこのところは増やしにくいですねまあイコールこういうね賃金のところについても上がりにくいんじゃないのかなっていうことを結局働けないからすごく再認識しまして保育のところにお願いしようそういうものがですねお願いしなきゃそういうことによってですねコロナ禍っていうものについて結局働けないからなかなか保育のところに向けられなかった職業の方たちそういうことによってですねいろいろそういう普段と職場環境とか目を向けられなかった仕事をする環境がですね改善すればいいなと思いますし、まあそのこの連合さんのですねこの取り組みが環境とかそのなかなかインターネットを通じてしかできないんですけど逆にいい機会なんじゃないのかなというふうに思うのでこの連合さんのですねそういう方たちの取り組みがまあ届いてなかなかインターネットを通じてしかできないんですけども逆にいい機会なんじゃないのかなというふうに思うのでありがとうございます。そういう方たちにですねライブとか活動の告知お願いしますせっかくなのでそうですねまあオンラインの活動が主になっておりますけどいろいろライブとか活動の告知お願いしますせっかくなのでそうですねまあオンラインの活動が主になっておりますけどいろいろLINE ブログというところでですねそしてエッセンシャルワーカーでもあります D 先生初出演でしたけども、はい今日は短い間でしたけど出ていただいてそしてエッセンシャルワーカーはいそうですねでもあります今日のテーマエッセンシャルワーカーということだと思うんですけどもやっぱりいろんな大変なことはあるんですがやっぱりそのエッセンシャルワーカーの今日のテーマエッセンシャルワーカーって結構その直接的にありがとうやっぱりいろんな大変なことはあるんですがやっぱりそのエッセンシャルワーカーの中のお仕事って結構その直接的にありがとうって言ってもらう機会が多いお仕事がでまあこの世の中ってまあコロナ禍によっていろんなことがオンライン化されてミーティングとかも基本的にズームやとかねみんなそうなんですよねでまあこの世の中ってまあコロナ禍によっていろんなことがオンライン化されてミーティングとかも基本的にズームやとかねそういったお仕事を切り替わったと思うんですけどそういったオンラインとかですごく便利になった分ですね重要度が上がっていくんじゃないかなというふうに思いますのでお仕事も一生懸命頑張っていきたいなというふうに思います貴重性が高くなったというかますますその重要度が上がっていくんじゃないかなというふうに思いますのでこれからも一生懸命頑張っていきたいなというふうに思いますT先生だと講演活動もやってますいいんですか、はいT 先生、あ、そっち。T 先生、T 先生の子育てで困ったらこれやってみというですね。え、いいんですか。はい。T 先生昨年発売されまして、5万部売れてるそうなんです、ね、もう今5万部ぐらい売れてるんです T 先生の子育てで困ったらこれやってみてお悩みの方あるいは周りにね昨年発売されましたいらっしゃればそうなんですもう今5万部ぐらい売れてるというふうに思います、はい、ぜひお願いします子育てでお悩みの方あるいは周りにね悩んでる方がいらっしゃればさあ相原さん、プレゼントしてあげるといいんじゃないかなというふうに思いますよろしくお願いしますありがとうございます短い時間の中にたくさんのさあ相原さん最後総括というところで伺っていきたいんですけども短い時間の中に今2000人の方累計見ていただいて同説でも入っていた30分40分ということをいただいてもよろしいでしょうか、はい、今日は限られた時間でしたけれども多くの皆さんにご参加視聴いただいて心から感謝したいとこのように思います今日は限られた時間でしたけれども3名の皆さん多くの皆さんにご参加視聴いただいて心から感謝したいとこのように思いますゲストの3名の皆さんもですね今日はエッセンシャルワーカーの話がメインでしたけど私もついついですねエッセンシャルワーカーの皆さんに今日はエッセンシャルワーカーの話がメインでしたけど私もついついですね献身的な努力に感謝しますそれは声優の皆さんも皆さんも含めてですよこの冬休みに献身的な努力に感謝しますっていうついつい言ってしまうんですが献身的な努力に感謝しますこの冬休みに言ってしまいますがナイチンゲールの言葉を見ましたよ自己犠牲を伴わない献身的な努力に感謝しますと私はついつい言ってしまいますが
ナイチンゲールは当時の自己犠牲を伴わない献身こそ真の奉仕なんだ、真の奉仕なんだ、ナイチンゲールは当時の私たちはもしかしたら誰かの犠牲に寄りかかったり、もしかするとそれが当然し真の奉仕なんだ、していないか、私たちはもしかしたら誰かの犠牲に寄りかかったり、もしかするとそれが当然ししてですね、していないかっていうことを気づかされる話が多いんじゃないかっていうふうに考えたときに、今年1年見通しがついてくるんじゃないか、の上に成り立ってる話が多いんじゃないかっていうふうに考えたときに、このように今年1年見通しがついてくるんじゃないか、今の言葉ね、みんなと一緒に前に進めればありがたいと、このように思います。鳥肌立っちゃった今の言葉ね。その最前線に立つ連合の皆さんもですね、今日カメラの向こう側にたくさんの、まあ、見事にいろいろ倒してたくさんの方がいらっしゃると思うんですけども、本当に SNS とチャルワーカメラの向こう側にたくさんの働く全ての方々にたくさんの方がいらっしゃると思うんですけども、本当に SNS チャルワーカーだけではなくて、働く全ての方々に対して方がいらっしゃるというところで、最初冒頭に何の活動をやっている人たちなのか T 先生もおっしゃったと思うんですけども、その一端が見えたところで、最初冒頭に何の活動をやっている人たちなのか、毎月05日にこの連合の番組集まれ、まあ、その一端が見えた、まあ、短い時間というところでやっておりますので、はい、毎月ゼロ五日にこの連合の番組ちょっと見てみたいなと思いましたら、ゼロ五日だけも意識していただきまして、ところでやっておりますので、皆さんぜひ集まれユニオンスクエアでしょ、集まれユニオニオンってこれが集まってきちゃうじゃん。僕がちょっとスクエア飛んでました。集まれユニオンスクエアでしょ、集まれユニオニオンってこれが集まってきちゃうじゃん。僕がちょっとスクエア飛んでました。皆さん本当に集まれユニオンスクエアですね。失礼しました。集まりいただきましてありがとうございました。そして YouTube ライブで初めて皆さん、ツイキャスの本当に、お忙しい中にやらせていただいたんですけども、ありがとうございました。そして YouTube ライブで初めてですね、ツイキャスの方にやらせていただいたんですけども、本日ご覧になっていただきました皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ご覧になっていただきました皆さん、本当にありがとうございました。ということでございまして、次回は2月5日夜6時からツイキャスの生配信でお送りしますございまして、次回は2月5日夜6時からツイキャスの生配信でお送りしますということで、 YouTube ライブの方ぜひツイキャスの方を以上第3回集まれユニオンスクエアでした。次回もお楽しみにしていただきたいということで、以上第3回、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。